こんにちは、近藤です。今回はコースでボールが左へ曲がってしまう、フックボールが多く出てスコアを崩してしまうという方にとてもおすすめの練習方法を紹介していきます。左へ曲がるフックボールは程よい加減なら飛距離も出ていいのですが、その反面大きく曲がりすぎると左の林へ突っ込んでしまったり、または OB へ行ってしまい大きくスコアをロスする原因となります。そしてこの左へ大きく曲がってしまうスイングの特徴として特に多いのが、クラブを振り下ろしてくるこのダウンスイングからインパクトにおいて急激に右手を使いすぎてしまい、このようなこねる動きになってしまうと、クラブフェースが急激に左へ返ってしまいますので、フックボールの原因となってしまいます。そこで今回はこの右手の使いすぎを抑制し、左へ曲がるフックボールを改善する練習方法を紹介していきます。それはどのように行っていくかといいますと、右手のひらを握らずに開いてパーにして行っていきます。このパーにした手をグリップの右側面に横からあてがって、このようにインパクトではこねずに押すようなインパクトを行っていきます。最初は小さい振りで行ってみてください。こんな感じです。右手のひらをパーにして右側面にあてがって、このように押し込むように行っていきます。そして慣れてきたら少しずつ振りを大きくしていってください。こんな感じです。右手のひらをパーにして右側面にあてがって、このように行っていきます。こうすることでインパクトで特に右手の人差し指と親指にグッと力が入ると急激にクラブをこねるように返してしまいますが、手のひらをパーにして行っていくことでインパクトからフォロースルーでボールを押し込むようなインパクトを体感することができます。そして通常のグリップをした時も、今行った手のひらをパーにして押し込んでいった動きを同じように行っていきます。こうすることで右手が強く返る動きを徐々に改善して、インパクトでボールを目標方向へ押し込むようなインパクトができてくれば、左へ曲がるフックボールが徐々に改善されていきます。ぜひコースでボールが左へ曲がってしまう、フックボールが多く出てスコアを崩してしまうという方は、今行ったような右手のひらをパーにしてグリップの右側面にあてがい、インパクトでボールを押し込んでいくインパクトを体感する練習方法、とてもおすすめですので、ぜひ試してみてください。